どうも皆さんこんこにちはキキです今回はですねゴレゴーレムとヒーラー、まあ、略してゴレヒーというものをですねやってみたので今回紹介していきたいと思いますえー、ゴーレムっていうのはまあ最初に紹介しておくとゴーレムっていうのはえー、こちらもうめっちゃヒットポイントがすごく高いとすごく高いのに高いところにヒーラーを混ぜることによってもうその何て言うんでしょうそれでもう耐久力で押しつつウィザードで攻撃力でもう まあ攻めていくという感じですでは早速やっていきましょうこちらですねリプレイもうほんと緊張しましたこれ俺日初なんでね、まあ、今回は3ホール9ということで格上の相手を攻めてみましたで、まあ、今回ちょっとあの、えー、壁がねちょっと金とかあったんでこれいけんなと思っていっちゃいましたまあ資源は15万ということでちょっと少ないですけどもまあでもしょうがないかなと思いますはいここでゴーレムを出してですねちょっとまあ一応回復の呪文やってみたんですけど回復の呪文いらないですね いやでも、あのー、ここの第1段階のところで結構防衛施設がすごい溜まっていたので、まあ、これレイジやったか何つうかっていうと、まあ、ちょっとなんか気分的にレイジいらないっすね絶対にてか呪文なしでも倒せるかもしれないです、まあ、ここでずっとヒーラーがゴーレムも回復し続けておとりになってくれているとおとりになっているんですけれども、えー、ウィザードが。 そそのののにになっててている間にも全て倒してしまうといううとが今回のゴレでですそうですねやっぱりゴーレムが攻撃を受けてますねそこでウィザードのもう10体ぐらいの,その層がもう確実に壊していってますそしてもヒーラーが撃ち落とされるかなと思ったんですけど全然大丈夫でしたねあの対空砲もウィザードのその遠距離攻撃によって一瞬で焼かれてしまいますね対空砲がそしてまあちょっと そうですねもうゴーレムがまあこの状況でも体力がまだ満タンという状態でね生き残っております本当ウィザードの遠距離攻撃によって一瞬にして倒されてしまうので相当強いですねそしてゴーレムは今どこにいるかというとまあこんなところにいますと <laughs> <laughs> すいませんそしてもうあとはもうそうですね防衛説もないので見送るだけという感じになります まあ今回の,まあその反省点、反省点別にないですけどね、まあ、呪文の使い時が、やっぱその、呪文を今回、0時1個、まあ、ヒーリング1個、まあ、あと0時1つ積んでたんですけども、やっぱりライトニングないときついかなと思います。なぜかっていうと、やっぱライトニングで、あのクランの城からね、出てきたりしたら結構だるいので、ライトニングあと積んで、まあ、ウィザード33体ありますけど、まあ、実際こんなにいらないかなと思います。でも、やっぱり、えー、力はあった方がいいので。 そうですね、今回はえー、ゴレヒーということでゴリ押しのね防衛の、えー、防衛しつつ守りつつ攻撃後ろからしていくというゴレヒーでしたご視聴ありがとうございました。